カメとの感動の再会に住民たちはカメの恩返しだと喜んでいます。今月23日の早朝、高知県南国市の海岸で産卵していた一匹のウミガメ。実は今月18日に波消しブロックの間で身動きが取れなくなって見つかった赤ウミガメだったんです。 体長1 1 0センチのカメは住民に1時間半がかりで助け出され海へ戻っていきましたそれから5日経った23日の早朝近くの海岸でウミガメが産卵しているのを保護活動の見回りをしていた住民が見つけました甲羅には見覚えのある白いフジツボのようなものがあり一目であの時のウミガメだと分かったそうなんです よう上がってきてくれて産んでくれたねなんていう感じよねすごい感動したぜこ<え>れはカメの恩返しかと思ってねよう自分らに見えてくれたよ、うん、<え>ウミガメが産んだ139個の卵は保護活動をする住民らによって大切に近くのふ化場に移されました無事に産卵を終えたお母さん亀の目には光るものが住民が拭ってやると亀は海に戻っていったそうです